春季の2日目。多分春夏秋冬で30日ずつとか、そんな感じかな。やっぱり力尽きると体力が微妙な状態。お手紙。とっても良いものを見つけたので、2、カバンがいっぱい。まさに今です。そんなことってありませんか？今です。PL 雑貨店がそんなお悩みを解決します。早く行って。当店では24サイズ、24サイズのバックパックお手頃価格で1000円とかだったら、俺、あれするぞ。夢を見る島のリンクみたいに、取るぞ。で、これ、この状態だったら、まだね、歩けるんだけども、育ってきちゃうと通れないだろうから、多分ね。これね、ちゃんとね、水をいい位置で上げられてないと、無駄になっちゃう。体力を、こうやって無駄に消費しちゃうからね。さて、じゃあ、その商店に行ってみようか。でも、おそらく、人にこういう花とかをぶつけると、ありがとうとか、何これゴミとか言われたりするわけよ。お、はてな。おお、誕生日か。誕生日に、その人の好きなものをあげると、好感度がより上がると。なるほど。フラワーダンス。イースター祭り。これ、夏とかはまだ見られない？休館です。ダメなのか。まだ早いのか。しまったな。もうちょっと家で時間潰してくればよかったね。そこら辺の木でも破壊するか。これは、破壊できないのか。なるほど。右クリが出ないやつは破壊できない。ちょっと小さめだったらいけそうだね。噴水だ。ここら辺とかでなんかお祭りとかありそうだね。ここは街の広場かな。お、ブランコ乗れない。お、この滑り台なかなか大変だね。こうやって、お、取れた。ロッククライミングして、さーっと行かなくちゃいけない。楽な階段はないというわけね。お、そろそろ8時か。もうちょいで飽きそうだね。まあ、他のとこは空いてたかもしれんけど、お、こことかさ、通れるでしょう。カバンがいっぱいです。申し訳ねえ。いや、でも今、新しいアイテムを手に入れちゃったら、こうやって手に入らないからね、もったいないことになっちゃうから、変に探索するべきじゃなかったかな。じゃあ、さっきの病院のところに戻ろうか。お、人。なんだ痛い、あっち行け。すいません、1000円あげるから。ちょっと、いきなり花とか、絶対ね、嫌だって言われたけど、これはマジで好きじゃない。俺もお前のことがマジで好きじゃない。よーし、開いた。ちょっと心の傷を癒してもらおう。あれ、ドクターいない。休館です。調子はどうですか？縦読み。不調が続いているとは言ったことないですか？医師に相談してくださいと。なんかそういう治療があるのか。手に負えない喉の腫れ、唇の永久的な変色、脱毛および脳卒中などがあります。副作用。副作用でなんか、何これ大丈夫じゃない博士。なんか、強化してくれるのかな。よーし、データ盗もう。ないか。帳簿とか盗みたかったんだけどな。へい。間違えた。へい。あれ？なぜだ？なぜ話しかけられない？人じゃないのか？手を入れない方が良さそうだ。注射器とか危ない。お！ちょっと老けてんな。あら、あなたが引っ越してきた人ね。私はマール。あなたに会えるのを楽しみにしてたわ。お、いい人じゃないか。じゃあ、この人にね、じゃあ、これ拾ったからあげる。ありがとう！別にあの人を落とすつもりはないけど。手術室。ダメか。ここは診察じゃなくて、仲良くなってからか。多分居住スペースかな。あの人なんで話しかけられなかったんだ？ちょっともう一回チャレンジしてみようかな。ダメだったな。お、エナジードリンク、栄養ドリンク、高い。てか、バックパック、買える値段だといいな。で、街で、今ここにいるのが、サロン。おお、髪型とか変えられそうだね、じゃあ。お家があって、鍛冶屋があって、コミュニティセンター。これさっきいたところか。公園みたいな。マーニンの牧場。どこだ？ここら辺か。雑貨屋。この上。僕物とかで、物によるけど、DS とかの簡単だったけど、この武器じゃない。アイテムの入れ替えがね、結構めんどくさかったりするんだよね。でもこれマウスホイールでプルプルプルってできるから楽だわ。地図的には、このコミュニティセンター、なるほど、下か。でもコミュニティセンターちょっと行ってみるか。コミセン。コミショー、コミセン。どこだ？こっちか。はあ、立教大学。閉まっている。ちょっとコミュニケーションできなかった。お、これはトレイでしょ。カバンがいっぱいです。でも今人がいたから、あの人にあげて、えい。あ、ロビンか。お前にはもう用ない。一度あったら、もう大丈夫です。ごそごそ、ハンバーガーとかないか。で、ここは、これサロンか。ちょっと先に、ねえ、雑貨屋行きたい。これだな。隣じゃねえか、さっきのとこの。お、人だ。あ、この人かわいい。きっと。アビゲール。ドット絵ほど可愛くなかった。あら、聞いてるわよ。新しい人が古い農場に来たって。で、へい。種。豆幸いきっと。春に植える。成長に10日かかるが連作できる。おお。じゃあ、早いとこ植えといた方がいいね。カリフラワー。そうだね。先んじて植えとかないと、後になってからじゃね、その春が終わっちゃうと収穫できなくなっちゃうから。成長に6日かかる。おお。一通り買う？チューリップ、ケール。ああ、多いな。ケールってなんだこれ。豆っぽいね。ジャズの種。へえ。牧草。これは牛とか家畜の餌。サトゥー。白い粉。米。ほう。油。酢。壁紙。へえ。フローリング。ほう。うわ、めっちゃ多いな。木。苗木。ああ、でもこれは、高いから買えないけども、多分ね、ずっと、あるだろうから、ここら辺もね、買っておきたいね。ただ、植えるスペースとかを気をつけないと、なんだろう、取れなくなっちゃったり。お、これが。買えねえじゃねえか。うおーん。お、人が集まってる。じゃあちょっと交流しとこう。初めのうちはいろいろ売っちゃった方がいいのかな。あら、想像してたのと全然違うのね。まあいいわ。私はジョーディーよ。こんにちは。あなたが新しく来た方ね。キャロラインさん、かわいいな。緑髪。緑髪はちょっとトラウマあるけど。私はキャロラインよ。セリフは？私の夫は雑貨店を開いているの。ここは静かで小さな町よ。閑静な住宅街。つまり何もないってことだ。エミリー、ほう、なかなか髪の毛は多いし。あら、あなたの顔に書いてあるわ。ペリカンタウンをきっと好きになるって。もし夜に何か欲しくなったら、ほう。ちょっと欲しくなっちゃったって言っていけばいいのか？私そこで働いてるの。他はいない？まださ、F。ああ、まだ半分もいってないね。まずはこのヨバの祭壇。ここでなんか結婚音とかできるのかな？お、女同士の、なんかそういう井戸端会議が始まったか？ピエールかキャロライン、どっちかと仲良くなればいいのか。なるほど。しまったな、まず1000円貯めないといけないのか。それか、あれかな、やっぱチェストを作ればいいのかな、とりあえず保管ということで。それかあの中に物を預けられる場所があったのかな。まあまずは、お、ドッグ、いない。なんだこれ、ゲロじゃない。ここがサロンか、ビューティーサロン。すいません、ちょっと皮を切ってほしいんですけど。あれ？話しかけられない。なんでだ？ビール、サラダ、フランスパン、スパゲッティ。はあ。おお、料理。極上の食事。へえ。あ、とりあえず雑貨屋で種買っとくべきだったな。お、ここにさ。ダメか。なるほど。CD とか、これじゃないか。お、いい感じ。サルーンの入り口だ。まだここら辺入ってもしょうがないだろうからな。お、なんかクマがいる。あれはいいぞ。あれはいいクマだ。何がいいクマなんだか。クマー。お、ゲーム。おお、プレススペース。ショット。これは方向キーが。パキューン。おお、こんなミニゲームが。ペン。これ何？ゾンビですか？おお、ペン。三段キット並みの連射力で。ピュピュ。で、アイテムを使うのがスペースってあったな。アイテムはそのうちに入るのかな？じゃあスペース。あ、まだ使えない。おっと。こんなにいっぱい来てる。お、アイテム。歯車みたいなのゲットした。あ残念でしたと。これ終わるにはどうしたらいいんだろう。エスケープでいいのかな。ほうほう。じゃあこっちはドクロ型の鍵穴。へえ。お、コーラだ。買いません。75とか。こう、ミニゲームもあんのか。いいね。アーケード。これなんかあんだろう。取れない。泥棒できると思ったのに。どうしようかな。なんか最初のうちは、でもな、街の人たちにまず話しかけておかないと、フラグ的なものがね、立たないだろうからな。まずは地理を把握するのでね、僕も乗って時間かかるんですよね。ここをこう行って、こう行って、ああでとか。で、街の人たちも生きてるから、暮らしてるから、どんどんいろんなとこに行っちゃったりするからね。だからタイミングを逃すと、すれ違いとかあるからな。28にしっかりとあるかな。ここさっき入ったとこ違うか。お、ダメだ、取れなかった人いない。これでさ、人がどこにいるかさ、顔アイコンで出てくれたらいいんだけどな。なんだこれ。いずれ閉まっている。開けられんのかな。こっちには確か海岸とかもあったよね。お、エリオット。おお、君が巷で噂の新しく来た農家の人だね。僕はエリオット。海辺の小さなキャビンに住んでいるんだ。会えて嬉しいよ。ホモかな。だってずっと俺のことを今見続けてたよね。目で追ってた。お、これフラフラして、これ多分だいぶある中ですよね、きっと。よう、坊主。仕入りの話は聞いていたが、ようやく会えたな。知っているのか、俺のこと。ふう、1ヶ月も潮風に吹かれていたもんで、まだくつろげんよ。ずっとそこにいたのだが大量でね。あ、なるほど、漁をしてたわけね。大儲けしたよ。新しい釣り竿を買うのに十分なくらいね。というわけで、私の古い釣り竿を君に譲りたいんだ。やったー。釣りの技術を残すことが大事だからね。ま、もしよかったら時々私の店で何か買っていってくれ。おお、釣り竿。てか受け取れなくねですよね。あ、なんか捨てなきゃいけないと。じゃあ石っぽい。じゃあもらいますと。 OK。 でもこの時点で釣りをしてもね、いっぱいだからね。谷の中でもここの水は魚にとてもいいんだ。ほう。さて、そろそろ店に戻るか。何か必要なものがあれば来るといい。釣ったものは何でも買い取るよ。へえ、磯の香りがするものは売り物だってね。親父がよく言ってたもんさ。とりあえず釣って、それをどんどん売ろうかな。作物は地震じゃないや、時間かかるもんね。お、ドラム缶風呂。魚はここでないと売れないのか。そういうわけじゃない。竹の釣り竿。ああ、こっち来れよ。先に買っとく。いや、そうすると作物の種を買うことができなくなる。ああ、まだ登れないと。ここら辺の、お、帆船とか模型がある。いいね。なんかここら辺とかにも流れ着いてたりしない、いいものが。何ですかこれはなんか貝とかそこら辺を拾って。お、貝殻だねえいっぱいですね。帰れ、海に帰れ。あれ、捨てることができない。なんか操作が間違ってるのか。木材300で直せるかもしれない。いやー、これ頑張ればさ、いけますよね。ってこと言っちゃダメですか。鍵かかっている。あ、エリオットのキャビンね、ここは。今ここにいますと。お、ツンツン頭。サム。いやー、僕はサムだよ。会えて嬉しい。それだけサム。サム。サムサム、それだけホモだな。なんだいここは。夏まで閉店。出店が夏になるとやってくるわけね。多分チューブだな。ここは鍛冶屋か。あー、しまった。もうちょうど切れちゃったか。切れちゃった。ちょうどあれだね。閉まっちゃったみたいね。お、キノコあれとか取れんじゃないの。でも、あー、いけませんね。ついつい癖で調べちゃうけども、今何か取っても満帆ですね。うん、まだこの斧じゃ切り株はいけないと。多分この木も無理なんだろうな。ここはおそらく家畜とかを入れていくところか、それか馬小屋とか。50個たまったから、おお、いけるね。で、チェストは多分家に置けるだけだな。すぐに持ち運びできるように入り口近くがいいか。で、そうだな、クワとかすぐに使わないだろうけども、とりあえずここら辺は持っておいた方がいいかな。これしか、うん、新規が取れないけども。よし、ようやく、初、就寝。どうやって寝るんだ？こうか。今日は寝ます。おお、60で売れた。こういうのも一応お金にはなると。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。